彼らはあなたを待ち構えている。Now do you see? Magnificence, grandeur. Human words fail in the face of such a sight. This is bigger than any one life, Private. And still you think to stop me. はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。エイリアン VS プレデターの続きをプレイしていきたいと思います。前回はまずテキーラですね。テキーラに寄生されているものを取り出そうとしたんですけども、途中でウェイランドに邪魔をされて、とりあえずハイパースリープで寝かせるしかないという感じになりましたね。で、今までこう指示してくれていたのが、カーティア、アンドロイドだったんですけども、カーティア曰くそのウェイランドが持っているデータパッドみたいな、それを奪えればこの星から脱出できるという話ですね。で、前回あのでっかいあのゼラモフ倒して地下に来たとこですね。いや、なんかすごいな、雰囲気ありますね。これどうやって開こうか。プレデターの銅像が、セントリーガン、データパッドか。あ、ここ4つしかないのかな。Frozen wasteland. Experimental technology stores his memories. He knows his chances are slim, but it is not the cancer in his lungs that will bring him to his end. Charles Bishop Whalen's final moments are lost to me. Unlike everything else, they cannot be recovered, but they continue to define my existence.待って、なんか生きてる。なんか、あ、スマートガール。よし、これで。うわ、いった。数が多いよ。リプリー、リプリー呼んでくれ。行って。もしくはシュワちゃん。回復。大体終わった。ああ、もう弾ないな。あ、でもこれスマートガン、よし。あ、でもこれスマートガンだとあれですね、真ん中のこの、まだいいのか。なんかでかいの来たぞ。ちょっと待ってくれ。マジか。よしよし、リロード。おー、オッケー。あー、もう嫌だ。オッ
舞台に立ちたまえ。なぜ君の同志たちが大勢死んだのか知ってもらいたい。スマートガンで行きたいんだけど、これ真ん中が色を変わっちゃう、灰色になっちゃうからやめよう。じゃあこうか。これ一番初めのとこかな、あのオープニングでなんか開けた場所というか。As our work here advances and the risks increase, Wayland expands the combat android's remit. They arrived as mere hardware, but now they appear to outrank most of my staff.How long before they start giving orders to me, too? ムービーシーン。プライベート。Glad to meet you. 字がちっちゃい。I've been monitoring your progress. I knew you'd make it this far. You're a survivor, like the hunters that once ruled this planet. Like the xenomorphs they stalk. Like me. It's just that I've had a lot more practice. うわ、なんかもうプレデターの技術使ってるんだ。I'll take that. 下の字幕ちっちゃいんで拡大しとこうかなと思います。Have you ever asked yourself where the Marines source their weapons? We're old friends, the Corps and I. 海兵隊の武器はウェイランドが作ってる。In fact, you might say I own it. That means I own you. And when a corporate asset is no longer of use, I dispose of it.Deal with him. Goodbye, Private. You need to extract this control line. Just now, your primary target. いきなりその。
うわ、消えてる。硬すぎるよ。何発ぶち込めばいいんだ。ちょっと待って、ショットガンにしよう。硬すぎる。よし、ショットガンでもこれだけかかるか。見えない、どこ行った。よし、いる。わかった。うん。あ、どこだ。うん、見えん。トラッカーに反応はないけど。このグローブ博士ってよく出てきますよね。このデータでは出てくるけど、うわ、なんか上とかに出てきそうだな。撃ってしまった。あれ、音はす、あ、いるいる。来るな。よっしゃ、めちゃくちゃ強いんだけど。いや、まだいる、まだいるよ。いや、まだいるな。あ、チェックポイント。うわー、強い。
あ、スマートガンがある。あ、でも色変わるんだよな。画面の色が灰色になっちゃうから。正解、この盛り上がってる時にね、色がおかしいっていうのは。こっちいいのかな。あー、かっこいい。あ、なに、え、ウィーランドか。待って、戻れない、これ。うわー、強っ。後ろに戻れないのか。ちょっと待って、なんか HP 減ってる。もう戻れない。ああ、ああ、戻れない。OK! どうしたよ。でも、アンドロイドか、こいつも。アンドロイドだね。結局、最後は、なんか、人間同士というか、人間が作り出したもの同士というか、knowledge and experience spanning centuries, but I lack the single causal beat that defines me. In that instant, Charles Bishop Whalen saw them both for the first time. Two creatures, each of them perfect in their own way, each of them unimaginably valuable. At that moment, my ancestor, my predecessor, my template, he saw my future.とりあえず全部取ったのかな、データは。アーカイブ。いや、このプレデター強そうだな。待って、これ。これあれじゃないよね、プレエイリアム VS プレデター1で規制されたプレデター、で戦艦に乗った後に生まれて、で それでプレデターの戦艦が墜落して、でそれがエイリアム VS プレデター2につながるんですよね。BGM 急にBGM 急に止まったんだけど、あ、始まったか。これで、うん、あ、いるじゃん。え、待って、俺、え？ああ、もうなんか俺も撃たれてない気が。あ、なんかタミネーター2みたい。あ、これ大丈夫？
なんか今俺の頭を吹き飛んだように見たんだけど大丈夫か。ピラミッド今すぐ脱出。マジか。待って、敵出ない？敵出そうな感じがするんだけど俺。ね？画面が揺れて 3D 酔いが。あ、これもう時間制限。あ、ちょっと。大丈夫？おお。お。あ、テキーラもいる。We have the data pad, sir. No complications. Yes. The specimen is secure. Transmitting data pad contents now.かなり手のかかる計画だったが、すべてうまくいった。It's everything we'd hoped. Worth waiting centuries for. To the Xenomorph homeworld. はい。これで、海兵隊のミッションは終わったんですかね。じゃあ次、エイリアンかな。順番で言ったら、真ん中の。あ、ついにエイリアンを操作できるんだ。プレデターも楽しみだな。で、まあ結局やっぱりウェイランドの手のひら、のな、で転がされてたというか、そんな感じでしたね。はい。では今回はこの辺ですね。で、終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。